<で>どうも、PDR さんです。大変です何 ?YouTube チャンネル減少ランキング動画で PDR さんは、ユーチュラさんそろそろ登録者が全く変わらない YouTuber ランキング作ってほしいですね。って言ってたじゃないですか。ああ、言ってたね。ユーチュラさんが PDR さんの要望を聞いて、登録者が全く変わらない YouTuber ランキング。 を作ってくれました。それ偶然かもしんない。いや、ちゃんと記事にも書いてあるから。ゆうちゃらさん、普段から相棒にネタ提供をするだけではなく、相棒のくだらない要望を聞いていただき、ありがとうございます。ということで、ぜひ高評価とチャンネル登録、よろしくお願いします。こちらのランキングは、登録者1万単位で表示される100万人以上のチャンネルを対象に、登録者が変わっていない日数でランキングを作成したそうです。千万も IC チャンネル。 変わってない日数。291日。登録者ランキング7位。初めんより上。の、アウジー子供利用系チャンネル。そんなのにアウジーとか使うな。そんなアウジー子供系チャンネルなんですけど、今は過去のヒット動画で稼いでる模様一番再生された動画が12億って。最近の動画は一万にも満たないものが多い。差が激しすぎる。8位。瀬戸康二さん。変わってない日数。 301日。さすが5月に新年の挨拶をした男。YouTube Japan のトガシさんは動画更新のストップスタートが激しいためあまり変わらないと思われます。8位。PDR さん。変わってない日数。301日。え 相棒1位じゃないの ?P d r さん去年一瞬だけ122万人行ったじゃん。そういえばそんなことあったね。ユーチュラさんによると P d r さんが122万人だったのは6日間だけだそうです。1週間すら持たなかったとか、かわいっちょ。さらに、瀬戸さんと同じ日から登録者が変わってない。へぇこれはもう運命ですね。瀬戸さん、コラボしましょう。無理だろ。無理<人>。ひまわり、普段遊び、変わってない日数。 3 14日こちらは別のアウジー子供利用系チャンネルのセカちゃんです。セカちゃんで登録者100万超えとかやば。昔動画のために島村に行ってヒカキンの T シャツを買いに行った時に、おまけ程度でひまわりチャンネルのシャツがあったの覚えてるんですけど、久々に見に行ったら、二人ともめっちゃ大きくなってる。子供の成長は早いからね。上の子、多分、もうすぐ中学生になるのに、未だにこんな動画。えー やらなきゃいけないことに少し同情します。6位。粉ミルク。変わってない日数。323日。カバーチャンネルなんですけど、ここ5年の間、動画7本しか出してないです。逆にそれで減ったりしないのがすごいね。5位。赤髪の友のゲーム実況チャンネル。変わってない日数。350日。これは正直意外でしたね。それだけです。4位。BTS ジャパンオフィシャル。変わってない日数。 385日。最後に更新されたのが7年前。これも減ってないのが不思議なぐらいですね。3 <Sorry. S 1> 10。10cats plus 変わってない日数450日。最近ほとんど更新していない可愛い動物系チャンネルです。<S 2, 2.。クックカフェマル変わってない日数514日。何も喋らない系クッキングチャンネル。ちなみに、可愛い鶏さんを飼ってます。いずれ。 クッキングに使うんですかね。相棒冗談だって。多分。1位。1> マスオ TV。ネタ提供だけではなく、素晴らしいオチまで用意してくれるユーチュラさんにはもう頭が上がらないよ。変わっていない日数。 580日もう神じゃん。1>, 1位はヒカキンの幼馴染みとしても有名なマスオという結果になりました。マスオはなんと1年7ヶ月も登録者数変わっていませんでした。いや、呼び捨てにすんなよ。以上が登録者が変わっていない YouTuber ランキングでした。久々にやっていい仕方ない。今回は特別だからね。しゃあ。マスオ TV、ありますか マスオ TV ありますかー久々に PDR さんが DJ をやるイベントエモナイトを開催しますイベントではひたすらポップパンクやエモソングを流すんですけど雰囲気はこんな感じです ちなみに今回は特別ゲスト DJ、ステイトチャンプスのライアン・スコット・グレイアムさんが来てくれます。はい、日時は8月13日の日曜日。場所はいつもの渋谷にある不眠遊戯ライオンで、今回時間は6時半から9時まで。ちょっと短いですね、今回は。そして料金は 1500円。PR さんは今回は30分という短いセットリストをやるんですけど、下にセットリストのプレイリストを載せておくので、皆さんそれを聞いて予習してきてください。o <フ>エンドスクリーンの白熊、白蔵です。マックの冷凍庫の中にいますけど、この中でも外の暑さを感じることができます。皆さん、十分気をつけてください。ちゃんと水分補給もしてくださいね。オフということで、えー、昨日、昨日じゃないか。 おとといの動画と昨日ショート動画も出したんで、それらをぜひぜひチェックしてください。皆さんはこのランキングを見てどう思いましたかぜひ意見をお聞かせください。では、お